ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日は、SNS についてね、なんかこうちょっとお話ししたいなと思ってるんですけど、結構ね、暇になるとさ、まあそうやっていろんな SNS をさ見たりする時間っていうのは増えたりして、で、やっぱりそこでこうなんだろうね、あの羨ましい記事だったりさ、そうね、特になんかすごい神旦那の記事とか、それとか、まあ今はなんかどっか国家行ったとかはないからそこまであれかもしれないけど、すごいなんかいい感じの記事とか見たときに、まあ中にはさ、自分がなんかこう悶々としたりこうイライラしてるとさ、なんかこう羨ましいとさ、思ったりしたり、なんかこう、ざわざわしたりってね、する時があると思うねんけど、なんかそのまあ聡子の話で結構さ、なんか私こう、あれおもろいなと思って、 SNS の、 あの裏側の話あれ言っちゃう、あれ言っちゃう、あれ、そう、足があれね、北海道にいた時に、そうね、函館から船でね、車乗せて青森に渡って、で10日間ぐらい東北旅行に行ったんでね、家族で、優雅なね、そう優雅な一軒美味しいもん食べて、郷土料理食べたり、ほんまそのね、米沢牛とか食べたり、まあ一見 SNS で見たら、え、何みたいな、セレブみたいな、そう、あ、そういうとこしか逆に載せてないしみたいなそうで、さぞかし旅やったやろみたいな感じやねんけど、まあうちその時、まあまだ3人か、3人の時か、男3人で、そんなね、あの普通のサラリーマンですから我が家、そんな、そんな10日間も旅館に泊まれるわけでもなく、そんな一流ホテルとかね、車中泊ですよ、車中泊、そう誰も知らない車中泊そう、そう何回かホテル取ったけど、ああ途中でね、そうだから、そうすると人ってさ、なんかずっとホテルって言ってないのにもうインプットするやん、そうですよね、そうやん、もうまさか車中泊っていう想像さするさ、想像力豊かな方は多分そんな米沢牛とか食べてんのにみたいな、車中泊してるとはつゆ知らずみたいなちょっとね、お風呂はね、温泉入ったよ。もちろんね、だからまあまあ、子供たちはもうなんかこう疲弊するじゃないですかけどさ、なんかホテルに泊まりたいそうだろうな、そう旅行行こう言うたら、ホテル泊まれるみたいな何基準みたいなそう、それってベッドで寝れるみたいな、喜んだら初めの旅行だけみたいな、車みたいなのさ、ワクワクよ、なんか車もね、まあね、それはちょっと分かるわ、なんかこう後ろベッドにしてさ、そう、楽しいやん、子供ながらもさ、それがほらさ、もう1週間ぐらい続けやさ、もうええやろみたいな、いつなんか泊まらせてくれんねんぐらいの、そうご飯ええもん食べれるけど夜よみたいなそうでもね、それもやっぱ SNS からさ分かれへんところやもんね、見せてなんか、見せてないというか発信とかしてなかったら、みんなの想像はずっとホテル泊まって10日間、そんな美味しいもん食べてて、すごい優雅なこうね、旅行してはって羨ましいなんて思ったらあかんよな、そうやで、いや、そういう人も中にはおるやろうけど、そうやね、そうおるけど、もしかしたら、なんか夫婦なんか実は悪いとかさ、そうやな、これ分かれへんやん、なんか実はもう子供に送ってばっかりやったとかさ、そうやな、でも一瞬切り取るからさ、SNS とか、だからやっぱそこでこうなんか変に、いいなと、いいなはいいけどさ、なんかね、比べてなんか落ち込まんでもいいよね、別にね、なんかまあさすがに旅行行って車中泊かなっていうまでの裏側は想像できへんと思うねんけど確かに、でもなんか
あの、そこ裏側までなんかやっぱさ、うん、人生いろいろあるよねっていうことを知ってれば、なんかいい時もあれば、なんか悩んでる時もありっていう、そういうさ、なんか、そこら辺までこう人をさ見れる力があれば、アップダウンしないよね。それをなんか人の SNS を見てね。そう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 、ただなんか、はいいなっていう風ななんか、いいエネルギーでさ、あの場を見れると、多分そんなに引っ張られなくていいんかなって。そうそうそう、ほんまそうやと思う。なのでね、はい、皆さんもそんな落ち込まずに。裏話というか SNS のそうそうそう、なんかあのそんなこともあります。だからあのちょっと、はい、あの気持ちを楽にしていただければいいなと、はい、はい、ではあのお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。